でコンサートをしますからね。あの田村まさか、あの YouTube もやってますから、 YouTube 田村まさか覚えてくださいね。よろしくお願いします。テストテストテストです。さて、ここではね、このコロナの影響で3年間も、コンサートがなかったでしょ。だから、まあ、テレビや CD とは違って生の音をちょっとお届けしようかなと思ってます。最初ちょっとピアノ弾きますからね、ピアノ弾いてください。さて、静かな時にやっときたい曲、今日はね、ベートーベンの悲壮ソナタ2楽章なんかね、穏やかな曲で、やってみたいと思います。それではまずピアノを少し聴いておいてください。Thank you.
とりあえずあのピアノ好きなんでピアノからやったんですけどね、私があのプロになれたのはピアノじゃないんでね、オカリナっていう楽器なの。これがいいんですよ、このおもちゃみたいな楽器がね、あの音色、素晴らしいですからね、さて、ただいまからはオカリナのコンサート、生の音をお届けいたします。そこでね、私、まあ普通はね、この一人でやるときってのはカラオケ使うでしょ。カラオケ使っておったんですね。今コンピューターで簡単にカラオケできますからね。ところがね、生の音って言いました、もうカラオケやめましたね。せっかくですからこのピアノ伴奏、生のピアノ伴奏で、やっていきたいと思うんですけどね。さてピアニストを呼びたいと思います。ピアニストね、ここにいるんですかね。私です。いいでしょあのここにね、私がこれ座るわけですよね、いいでしょ。このピアノはね、自動演奏機能がついてるね。勝手に鍵盤が動きます。これ私が弾いてるんですね。あのプログラムされてるね、自動演奏機能としてね。さあそういうわけで、私のピアノ伴奏、生の演奏に乗せてオカリナを聴いてください。さてようこそ北海道へ。まずはこれいきましょう。北の国から。いいでしょう、このオカリナ、ね、オカリナのことは、ね、みんな知っていると思います。宗次郎さんが大活躍しましたからね、けどね、私このコンサートずっとやってましてね、よく聞くんです。いや、オカリナの音初めて聞いたからね、いいね、いいんです、ね、このおもちゃみたいな楽器なんですけどね、さて、今北海道の歌、そう北海道の歌、もう一つ最近仕上げたのがあってね、松山千春さんのデビューの頃の大空と大地の中で、ありがとうございます。やってみたいと思います。まだねカンニングしなきゃできない。さあ松山千春さんも北海道を代表するアーティストですね。
借りだ。お客さんもね、これやってみたらいいよ、これ。楽器屋さんに行ってみて、7000円ぐらいで、ね、お金があるからって高いのくれ、ね、高いのくれって言ったってせいぜい3万円ぐらいです、ね、テレビなんか見てると面白いですね、芸能人格付けチェックって、ね、バイオリンの話です、3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリウスと、ね、あなたは違いが分かりますかってやってます、ね、10億円大変ですよね、そんな金額、ね、まあお金だっていうのはそんなに高いもありません。さっき言ったように、高いの買ったとしても3万円ぐらい、ね、ピアノだって大変だよね。このピアノ、ね、このピアノ今買おうとしたら250万円します。それはちょっと、じゃあちっちゃいのでいいやってね、このちっちゃいのでさら130万円しますね。結構大変ですね。オカリナはあらゆる楽器の中でね、すごく親しみやすい楽器なんじゃないかなと思います。さて、オカリナをずっとやっていきたいと思うんですが、最近ね、いろんなリクエスト、YouTube あるでしょ、 YouTube に上げてるとリクエストがありましてね、サザンオールスターズをやってほしい。そういや、サザンオールスターズを忘れてたな。というわけで、最近仕上げたんですけど、愛しのエリーやってみたいかなと思いますね。名曲です、ね、もう本当何年も前ですけどね。Thank you.
ありがとうございました。いいですよね、本当にね。オカリナの音色っていうのはね、まるで歌を歌ってるようなそんな感じがするんだよね。さて、もう一曲あります。夏を諦めて、なんか夏を諦めて、今探してるんですけどね、あった、ありました。もう一曲、サザンオールスターズです。夏を諦めて、聴いてください。サザンオールスターズのね、リクエストがあって、これで、ね、YouTube 見ていただいてね、お客様もね、こんなの聞きたいなっていうのをぜひ言ってください。自分じゃ分かんないんですよね。いろんな曲があるのは知ってるんだけど、まあそういうわけでヒントくださいっていうことですね。さて、朝のドラマ、朝ドラって見てますかね。見てる人も多いんじゃないかなと思うんですけどね、今回のやつはあいみょんが、もう愛の私天才だと思うんですよね。愛の花っていう歌を歌ってましてね、とても本当に、聞く分には聞きやすいやつなんですけども、作り方がこれ本当にすごくてね、普通の簡単な A メロ、B メロ、C メロ、それの繰り返しなんだけど、あいみょんが作ると
1番より2番の方が歌詞が長い、ね、普通は字余りを削るんだけど、あいみょんは言葉を削らなかった、ね、メロディーを増やしていったんだね。1番より2番の方が長いってね。そして2番より3番の方がもうちょっと長い、まあ、そんな作り方ってまるでオペラを作るような、ね、そんな作り方してるんですけどね。まあいずれにしても聴きやすい 歌です。愛の花聴いてみてください。素敵ですよね。あの朝ドラっていやね、あの5年ぐらい前に取り上げられた天才作曲家古関裕而さんっていらっしゃってね、本当にもう名作揃いなんだけど、こういったコンサートの場にね、漏れなくお客様に元気を分けてあげられる曲っていうのがあります。見つけました。聴いてください。ね、高原列車は行くってあるんですよね。まあやってみたいと思います。とっても軽快な曲です。聴くだけで、元気が出ます。高原列車を行います。Thank you.
やっときたいと思うんですけども、長崎のね、長崎の 原爆の被害で、まあ、それを歌にした、長崎の鐘っていうまた名作がありますからね、ちょっと聞いてみてください。小関裕二さんのこれ代表作って言ってもいいかもしれない、長崎の鐘。皆様、ご縁をいただいてありがとうございます。改めましてね、田村まさか、ね、覚えておいていただきたい、ね、っていうのがですね、コロナになる前はね、私も本当東京、大阪、九州あっちこっちに呼ばれて行っておったイベントがたくさんありました、そしてテレビにも出るようになった、ね、もう本当コロナのせいでそれが一切なくなっちゃいました。で一方私は網走に暮らしてます。このホテルが随分近いわけですよね。車で走ると7分21秒、ね、ここのロビーコンサートだけはできたわけです、ね、でそこで、考え方変えました、YouTube に、コンテンツを上げていこう、ね、ですからお客様を田村まさかを覚えてさえいただければお家に帰ってからでもね、いつでも、お付き合いができるというふうな段取りで、そういうふうに考え方を変えてから随分気持ちが楽になりました、ね、そういうわけで今日は、何かのご縁があってお会いできたんです、ね、でもね今日は生の音をお届けして気持ちの心のお土産にしていただきたい、ね、さて、残った時間なんですけどももうちょっとしかないんですけども、実はここにアルバムがいっぱいあるでしょ。オリジナル曲がいっぱいあるんですよ、ね、そういうわけで、いくつか聴いていただきたいと思います。まず、優しい感じの曲です。 G スプリング聴いてください。
曲なんですね。ね、オカリナをやってて本当によく聞くんですけども、オカリナを自分はオカリナやってるんですよっていう人結構いるね、やったらいいです。そして、これを機に、オカリナを始めてみよう。ぜひ始めてください。さっき言ったように楽器屋さんに行ってみてください。7000円ぐらいからあります。ね、高いものが買いたい、お金がいっぱいあるって人はそれでも3万円ぐらいのものなんですね。そしてこの楽器はね、吹いたら音が出る、ね、行くだけ練習したらいいんですよね。簡単な楽器ですからやってみたり、さっきもやったように本当にいろんな曲が表現できるっていうのは音域が広いんですよ結構ね、やってみたらいいと思います。さあ、ただね、これ買うときにちょっと注意です。これ陶器ね、焼き物です。非常に成形が難しい素材ですよね。結構音痴ですよ。ちゃんとして買わないとね、どうやってちゃんとするかって言ったらね、お店の方にね、店にある在庫の中で音痴じゃないやつを比べて選んでほしいっていうことなんです。それはちゃんと伝えないと、結構買ったはいいけども、音が音痴ですよね、そんな話になっちゃいますからね。まあそういう意味でもね、私が使ってるこの楽器良かったでしょ。同じ楽器を、お土産で用意してます。これ1個1万円です。で、よかったら私のは調律してますから安心ですね。440Hz でチューニングしてますね。そういうわけで、もしよかったら買ってやってみてください。安心っていうことですよね。さて、今日は来てくれてありがとう。生の音、そして、オリジナル曲をあと少し、お付き合いください。望郷バラードお付き合いください。
はい、ありがとうございました。もういい時間になっちゃいました、今日もね来てくれてありがとう。きっとね何かのご縁があったんですよ。田村って言います。分かりましたか、ね、覚えてくださいね。 YouTube 見ておいてくださいね、最後の曲になります、夏の終わりのセレナーで聴いてお別れしたいと思います。あとは YouTube で時々見て見返してくださいね。ありがとうございました。たくさんのお客様、きっとね何かのご縁があったんです。覚えて帰っていただいて、時々にです4年に1回ぐらいは田村まさかね、YouTube でご覧になってください。そしてコメントなんかいただいたらとても嬉しいですね。今日は来てくれてありがとう。それではまた YouTube で会いましょうね。田村でした。ありがとうございました。